今日は、ガンホルダーもうね塗って3日目になるんですけど、所さんからこの裏側にも塗るとね、これ裏側に塗るとぐねんぐねんになるというアドバイスをいただきましたんで、この裏側に塗っていきます。なんか今までね、あんまりこの裏側に塗るっていう感覚がちょっとなかったんですよね、今まで。なんで、まあこの前のね、これで、裏側をちょっと塗ってぐねんぐねんになるかやってみようかなと。一流のシェフとかちっちゃいカテゴリーじゃなく、おいしいことご存知の Welcome to the my house kitchen。 めっちゃいい匂いする。いいね。今日はグレーです。グレーじゃん。な、ネイビー、ネイビーです。ネイビー。色が変わりました。ステッカーもついてるんでね。これバイクに貼ろうかな。カスタム中のね、バイク。で、今回は、いやーもう、これですよ。マルゼン、ワルサー、ニュー PP ケース。このタイミングに合わせてね、再販されましたよ。商品がなかったんですよ、これ。で、ヤフオクでね、中古買おうか。で、いろいろ悩んでて、どうしようとか思ってたんですけど、まあ、新しい新ロットが出たので、買いましたよ。新ロット。これを買ったのでございます。これね、ジェームズ・ボンドが使ってるやつって初めて触った。これで大会があるんですね。これジェームスボンド使ってんだ。はあ。自重じゃ落ちないのかな。これでまあちょっと動画を作ろうかなと思っております。かっこいいなぁ。こうやって、あんまりなんか興味なかったんですよ、最初。このワルサー PPK。あんま、まあ、ジェームス・ボンドもちろん好きなんですけど、あんまりそれを買おうっていうふうに思ってなくて、で、まあ今回この大会のためにね、これを購入させていただきましたけど、やっぱこう手に持つと、こうかっこいいなぁ。こうしっかり手の中に収まるんですね。僕ちょっと手大きいんで、わかんないけど、でもしっかり。いやーすごい。ちょっとこれでね、ジェームス・ボンドチックな動画を作ろうと思います。さあ、次の動画は何撮ろう？まあ、いろいろあるんですけど、バイクの方もね、もう今タンクの塗装も始まって、いろいろ、レストアが始まりました。目標は3月の中旬をめどに完成させようかなと思っております。今日もね、相変わらず内容の薄い動画になりましたけど、ありがとうございました。